はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。栄冠ナインやっていきましょう。選球眼の本、OB の人からもらったんで使いたいと思います。1番バッターのね、シマンチュに使いたいと思います。よし、大体みんなノリノリになりました。今回甲子園1回戦頑張っていきます。前評判 A、 勝ちましょう。勝ちますよ。よし、やるぞ。勝つぞ。効果歌うぞ。久々歌うぞ。いやー強そうだな。勝つよ。どうしましょうか。シーサー行きますか。シーサーで。いやー皆さん調子がいいようで。確かあれだよね、最終的、まあ守備固めで花咲を外野に持ってってショートに真野くんって感じだよね。あれ俺真野くんにノリノリのやつ使わなかったっけ。まあ出るとしても守備だ、大丈夫だ。頑張ります。よし、勝つぞ。栄吉くんいるね。長吉くんかな、向こうの8番。頑張ります。いや久々だね試合が。とりあえず丁寧に行こう。丁寧に行こう。一球に喜び、一球に悔しさをにじませる、そんな夏のドラマが幕を開けます。大会1日目、甲子園大会1回戦第3試合の模様をお届けいたします。一塁側沖縄、お願いします。西の横綱さくら、三塁側新潟代表名門佐渡、憧れの舞台でひたすら勝利を目指します。よし、バッターランナー一塁という場面で、バッターは3年生南のスナイパー、能力チェック。マウンド上ピッチャーは成田。ミートがすごいのか。あれだね、小林選手、相澤選手、まあ、くんかはプロ枠だからそうでもないけど、皆川くん、成田くんだね。ここをどうにかしたい。肩70の送球いい、守備76か。成田くんクイックいいでしょ。なぜ山根くんがこの能力で5番に座ってるんだろう。なんかもうちょっといい選手いそうだけどね、このチームだったら。あ、そうでもないかな、どうだろう、微妙。強いけどね、強いけども、ちょこちょこ穴も見える感じだよね。ちなみにランナー誰、ウミンチか。ウミンチはちょっと走るのきついかな。よし、じゃあとりあえず引っ張りで。第9投げました、見送ってストライク、まずは見送りました。うわー久々すげえ久々、すげえ楽しい。追い込まれたんでミート打ちで引っ張りでいっか。引っ張りでいきましょう。チラッと見て追い込んでから投げました、打った、ヒット、ナイバッチ、ヒット、大きい、二塁回って三塁へ、グラバ弾いた、ナイバッチ、シシド、いいバッティングを見せました。三塁、強いぞうち。うち強いぞ。流し広角持ちだっけ、広角だけか。第9投げました。いや油断はしませんよ、油断はしませんよ。とりあえずね、選手の能力におんぶに抱っこで点を取ってるのは全然いいんだけど、問題は守備だな。決まった、ストライク、頑張れ。追い込まれたらミート打ちで。第4球はうまい、これでツーアウト、ランナーノーアウト一三塁、これはチャンスです。追加点のチャンスです。一塁は誰だ、一塁三塁という場面で、あ、しまんちゅうか。南のスピードスター、とりあえず走らせましょうか。第9ランナースタートを切った、キャッチャーここは投げません、ランナーが一つ先の塁に進んでいます。いや大木兄弟久々だね、プルヒッター持ちだっけ。じゃあ大木兄弟輝いてください。
ミート打ちで追い込まれました。第3球を投げた。打ちました。ナイバッチ。ライト前クリーンヒット。打球が転がっている。3点入りました。素晴らしい。お祭り男どうしますか、使えますか、欲しいよね。いやー取っとくか。今 8-0 だけどどうなるか分かんないもんね。投げた、ストライク。いやーちょっとシーサー輝いてほしいですな。打ってほしい。第2球投げた、ボール低め、カウント頑張れ。ボールワンストライク。一応ねこの世代は黄金世代だから。完全に外れた。ボール。ちょっと春優勝したんだっけ、それすら覚えてないんだけど。ちょっとあれだな、確か優勝したよね去年の夏、優勝して。ナイバッチ。で春も、今年の春も優勝したと思うんだけどな。ワンアウトランナー二塁という場面でバッターは3年生島国のスナイパー柳。今日は三振。柳どうしますか、精密機械使いますか。使って、で追い込まれたらミート生きるでしょう。一応強振に行きます。第9投げました、ボール。頑張れ。第2球投げました。もう柳の1盗塁に至って俺の記憶にすらないもんな。同期は3球目投げました、ボール。いいよ。いや三浦君が抜群の安定感だな。投げました、ボール。カウントは3ボール1ストライク。あれだね、ちょっと余裕あれば2年生とか打ちました。1、2塁間のゴロ出したいな。1塁送球アウト。うまい。さくら、なおもチャンスが続きます。花咲頑張ろう。2安打の花咲。あ、そういえばあれだっけ、地区大会じゃねえや、県大会であまり輝かなかったんだっけ花咲。甲子園で輝いて今日2安打してるし。スクリューはボール低め、これは完全な頑張れ。カウント1ボール1ストライク。3球目ストレイク。ミート打ちでいきましょう。いや打点上げてほしいね。さあ4球目アウトコース。いいよ。外れてもてか成田くんが全然下がらないんだ。投げた、打ちました。サード右への打球、あっと弾いた、走れ。右をクリップ、アウト。惜しい。スリーアウトチェンジ。4回の裏が終わりまして、ノーアウト2塁。佐渡追う展開で迎える5回です。ノーアウトランナー2塁という場面でバッターは1年生山根。第1打席はファールフライに倒れています。なんか色々持ってんな。マウンド上とりあえず緩急か。三浦投げた、決まってストライク。とりあえず緩急で押し通せる気がするけどな。ランナー見た、振り返って2塁牽制球。第2球投げた、もう1球。ごめん、もう一回三浦君見ていい。ピンチ A だもんね。第3球を投げた、3球目から投げた、ワンボール2ストライク。追い込んでいます。これはプロ寄りだわ。第4球を投げました、ワンバンでした、ボール。155投げてすごい変化量のあるパームを投げるだけでしょ。打ちました、キラ。ボールを掴んだ、一塁送球アウト。さくら、なおもピンチが続きます。松浦君がそこそこミート力感だっけ。緩急。第9投げました、ワンバンでした、ボール。完全なボール球。ちょっと長打力あるからね、失点しても1失点で済ませたいけど。三浦君頑張って。第3球を投げました、外角高め、見送ってストライク。追い込んでいます。これはあとあれじゃないか、サードランナー変化球パームでいけんじゃない。ボール、カウント2ボール2ストライクです。パームが見たいな。さあ5球は5球目、それ打ちました、前進守備ファースト右、素晴らしい。ベースを踏んで2アウト、これで2アウト、ランナーは3塁変わりません。ここも緩急で押しますか。ここも緩急で押しますか。第9、初球はストライク。いやいいね、いい球だね。第2球投げた、2球目空振り。これでスタミナもあるってんだから厄介だよね。三浦君頑張って。投球はこれから3球目、惜しい。第4球を投げた、打ちました。いや素晴らしい。レフト前進、危ない。これで、あ、そうか、綾部がそんな守備力ないのか。あやべいいよ。という場面でバッターは2年生あや、持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。第9、
ここは追い込まれたらミートでいきましょう。しっかり点取っていくよ。これから2球目、スクリーンは空振り。うち強いねうち強いね。ミート打ちで、いや早く成田くん下がんねえかな。第4球を投げた、流し打ち、どうだ。惜しい、ナイシムだ。シム宮川一塁キャンバス踏んでアウト。今日2本のヒットを放っている大木。あ、シマンチョホームラン打ってる。クセモノ使いましょうか。持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。あ、ミート打ちで。第1球スクリーンに送ってストライク。頑張って。いや、21盗塁っていうのが素晴らしいね。カウントはワンボールワンストライクです。もう塁出ればほぼほぼ走れちゃうからな。第3球ストレートはもういいよ。カウントはツーボールワンストライク。次は4球目投げました、空振り。打てる、頑張れ。さあ5球は5球目、低めボール球、ナバッチ、ボールは中継、サッカー1点入りました。10対0、2アウト1、3塁、1塁3塁という場面でバッターは3年生、祭り男使います。ナイパー、シシド。第1球投げました、初球空振り。頑張って。第2球フォークボール、うわ入ったんか。肩越しに打てるぞ、投げました、内角高めいっぱい。嘘だよ、入ってねえよ。今のは、今のは入ってない。代打、そうだね、玉木行きましょうか。バッターは代打玉木。あ、ちょっと待って、これランナーってさ、三浦くんだ、変えよう。ロビンソン走んないけど出す。さくらダイソーを送ります。ロビンソン一塁に入りました。すごい、キーボーイの本領を発揮する。ちょっと待って、1だもんな、きついな。流し打ちでいきますか。第9投げました、もうはっきりしたボール。頑張って、10点あって今7回でしょ。投げました、あとアウト6つ取れば終わりだから、いろいろ経験積ますことはできるんじゃないかな。流し打ち、ファー、投球これから4球目、もういや、いいね。カウントは3ボール1ストライク。頑張れ、投げた、打った、当たり、そこでのセカンドゴロ、セカンドフォースアウト、アウト、うまい。いや、誰がどうなってんだ今誰がどうなってんだ、分からんな。第9ピッチャー誰出てんの、与那国とかだったかな。今 見えてなかったんだよね。さあ次の投球、なんか観客席の後ろのハゲ親父すげえ暇そうにしてるわ。打った、宮下取った、ドンマイ、アウト、これです。さあいよいよ最終回、ちょっといろいろ出すよ。佐藤、与那国お疲れ様でした。まずピッチャー交代で、そうね、桜塚行きましょうか。出します、桜ピッチャー。守備交代、サード玉木やってるの、ちょっと待っていいよ、サードシーサーでいいで、レフトに、又吉いきますか。でショート真野くん、キャッチャーキビちゃん、これでいきます。さあここは守備を変えてくで伝令、まず盛り上げる、助言、そうだね、助言、もう一個助言、素晴らしい、強心臓も使いましょう。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。低めに行きましょうか。第9頑張れ、投げた、初球を打った、スタンドに入りました。いやこの甲子園でね、がっつり経験を積んでくれれば、投げた、与那国みたいになれるからある程度打たれてもいいから、まだ今は。投球は3球目、投
投げました。ワンバウンド。惜しい。これは完全なボール球。桜塚って何持ってる？ドロップとナックルか。第4球を投げました。見送ってボール。大きく外れました。頑張れ。カウント2ボール2ストライクです。素晴らしい。あっち。三振に切って取りました。バッターはピッチャー南川。第9球投げました。初球空振り。いいよ。できればこう打たせて守備が見たいなっていうのもあるけど。頑張ってほしいな。追い込んで。なんかうまいことやってほしい。投げました。もう。いい球だ。ボール2ストライク。第4球を。頑張れ。投げた変化球、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。内角でいきますか。第9初球外れてボール。できればあれだね、0点で終えたい、超終えたいな。投げたストレートはボール。カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げた、打ちました。ワンボール。ナイスゴー。投げた低めボール球打った。1、2塁惜しい。破ったボールは中継。宮下ナイスバッティングです。右バッターボックスは宮川。打たせて取りいきますか。第1球投げた。1球目ストレート空振り。頑張って。第2球投げました。ボールわずかながら外れています。カウントはワンボールワンストライクです。投げました。ボール完全なボール球。カウントはツーボールワンストライク。頑張って桜塚。第4球は打ちました。サード左へのゴロ。サードから一塁送球。オッケー。見せましたがここは何とか無事1回戦突破しました。よかったね。よかったよかった。見事突破しました。夏の甲子園大会1回戦突破になりました。あざした。ギラギラ眩しいMy friends、 ほのかに香る春のフレーバー。虫けらみたいな俺たちのドキドキの未来をつかみ取れ。ときめくときめけときめけば、さくらここ、いえ、久しぶり。いやーよかった。すげえドキドキしたけど、なんかいろいろ、あ、沖兄弟が打ってるのかっていうか投手陣の安定感がやばいね。あ、柳がちょっと寂しい感じですな。いやー、よくやってくれました。お、シマンチュもプルヒッターか。うわー、シーサーすごい。ミートが2も上がったよ。皆さん成長してください。いいんじゃないでしょうか。せーのドン。前評判 B。 頑張っていきます。どうしよう。じゃあウルシャハラひどい顔してんな。いいよ、クールガイ。よし、そんじゃ、終わりましょうか。明日は2回戦頑張っていきます。そんじゃ終わります。バイバイ。